皆様こんにちは、24スタジオです。今日はですね、引き続きこの DJI アクション2のレビューをしていきたいと思います。昨日夜の吉祥寺撮ってきたので、それをお見せしたいと思います。その前にこの映像ですけども、ちょっとシネマティックにしてます。ティーラーのオレンジというラットを、当てはカメラに入れて撮影しています。今度ラットの作り方も一回やりたいなとは思います。では早速撮影してきた動画の方をご覧いただきたいなと思います。いかがだったでしょうか。最初の方はですね、昨日吉祥寺の駅前のイルミネーションの点灯式だったので、その様子を撮っています。で、その後、木をですね、下からこう舐めるように歩きながら撮ってみたんですけども、あそこはシャッター速度を100分の1にしています。割とイルミネーションが軽かったので、100分の1でも大丈夫だなと思って、100分の1にしたんですけども、そうすると割とこういうちょっと無理な姿勢で歩いたとしても、手ぶれそんなに気にならないんじゃないかなとは思います。いかがでしょうか。で、その後、吉祥寺の街中を歩いた映像があると思うんですが、あれはですね、60分の1、フレーム、そうだ、秒間60フレームで撮影しています。で、撮り方としては、まあ、こういうふうに、持って撮ったんですけども、割とこういう軽いカメラというのはしっかり握ってしまうと、どうしても手ぶれが伝わってしまいがちだと思いますので、優しく持って水平移動させるような感じがいいのかなと思っております。で、実際に夜景を撮ってみて思ったのは、まあ、意外と街中であればこれでいけるんじゃないかなと。ちょっとシャッター速度とかフレームレートとかを気をつければ、割と綺麗な映像も撮れるなというのが素直な感想です。まあ当然もっと暗くなると一眼レフとか使った方がいいですし、まあ歩き撮りを中心に撮るのであれば、夜景はやはりこういうジンバル付きの、ズームポケットのようなものの方が綺麗には撮れるかなと思います。ただ私がちょっとこれよりもこっちを、好んでいるのは、ジンバル付きってやはり、気を使うんですよね。なかなかデリケートなものですので。なので最近はこれは一眼レフので撮影する時の、まあ、サブカメラとして、まあ、全体を俯瞰するようなカメラとして使っています。で、この間ですね、SD カードの問題を挙げたんですけども、新しい SD カードにしたら、基本的にはあまり問題は発生していません。サムソンのエボというやつから、サムソンのエボプラスというのに変えただけなんですけども、それでもだいぶ違うなという、特にエラーとかは、ハイパーラプスの時はエラー起きたんですけども、それ以外は、ちゃんと撮れています。まあ、ハイパーラプスの時撮れないのは、まあ、なんでかなとも思うんですけども、ただそうですね、最初は
私の SD カードが壊れたのかなと思ったんですけども、ドリキンさんとかも同じような、問題に直面してたようなので、やはり SD カードとの相性ってのは結構あるカメラなのかなというのが結論ですね。あと熱問題の質問結構いただいたんですけども、私が扱っている限りは特に、まあ、4K30p 低外で撮ってる分には止まるようなことはなかったです。まあ部屋の中で試しても、そうですね、1時間ぐらい25度ぐらいの気温で撮れてたので、私の用途では十分ですね。ただ本体が結構熱くなるので、まあそこはちょっと注意が必要かなという感じです。今後も、いくつかこのアクション2のサンプルは撮っていきたいなと思います。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。